うん、まあ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 もうね、よいしょ。自分含めたらこれ101人なんです。その子を殺して疎開してみんなで食べたっていう話。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。しいて、うえ、声ちっちゃって、もうホラーナイトのテンション。久々じゃない？久々だよ。関川淳二の登場。いや待ってましたよ。ついに関川。よし、関川削りとして越すのかと思った。やべまず一つ目ですね。カゴメカゴメ。まず聞いていただきましょう。はい、うわこれ。うわ。子供の頃って何も特に考えずに、うん、まあそうか、ただ動揺としても歌ったり聴いたりしてたと思うんですけど、うん、まあ、意味をいろいろ調べてみたらやっぱ悲しい過去があったという。一つ罪人説っていうのがありまして、カゴの中の鳥っていうのが、まあ、牢屋にいる、あーそういうことね、あーなるほどな、罪人のことを、まあ、示していまして、うん、いついつである、あなるほど、いつ出れんのかなみたいな、いつ出れんのかっていうところなんですけど、出れるっていう前向きな出生じゃなくて、外に出た時は処刑を意味してます。あやっぱり夜明けの晩に鶴と亀が滑ったっていうのは、前日かなんかに誰かが呼ばれて下が床がガッと開いて、あーなるほど、なのではないかと、首吊りのね、うわ、そういうこと？後ろの正面であるって結構よくわかんない、よくわかんない、これ実はもう切られた首だけが残っている状態なのではないか。首だけが後ろに向いてて切られてる。うわうわマジ、うわそういうこと、斬首で後ろだけ見てる、後ろの正面、うわ、俺こんなものだったのかもしれない、絶対に言ったよ、カメカメ。二つ目、てるてる坊主、また聞いてみます。はい、歌詞が実は3番とかまであるんです。結構長いんだね、これね、まあ、いつかの夢の空のように晴れたら鐘の鈴あり、私の願いを聞いたなら甘いお酒も堪能飲ましょう。まあピースフル、あ、いい歌詞、いい歌詞、いい歌詞。3番ですね。それでも曇って泣いたなら、うわ出た、首をちょん切るぞ、出た、ほんとにひなり、聞かせてよ、これそういう、そういう、そういう歌なんです、うん、あ、そうなの、ゾがすごい、殺人説っていうのがあるんですね。この歌ができる、まあ、ルーツとなったお話だけであって、その後に、まあ、この歌できたと思うんですけど、うん、お坊さんが病むようにこうお経で唱え続けてたんですよ。はい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 、でも結局雨止まなくて、しびれを切らした城主ですね、しびれ切らして結局ピシッと処刑した、止ませらんねんだった、そうです、怖っ、いつ止ませんだと、おい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 、もう最強に結果主義です。そう、でも昔ってそういうとこあったじゃん、むちゃくちゃだって、まあ、で、その城の主が雨もやませられないこんなお坊さんはこうなりますよと、首だけをうわーこうなんか吊るし上げて見せしめにして、そしたら嘘のようにピシャッと雨、うわ、やむな、そんな、やむなんだ、それで、その様子がてるてる坊主のシルエットなんではないかと、うわー、そういうことね。同様、てるてる坊主が発表されたのは大正10年であり、この時歌詞が4番まであったと言われている。その歌詞がこちらである。しかしこの歌詞は翌年の大正11年に抹消されたという。当時この歌が教科書に載っていた点や、現在首をちょんと切るという3番の歌詞が実在するということを考えると、何か裏があるとしか考えられない。
三つ目ですね。指切り玄万。指切り玄万。嘘ついたら針専門のマス。指切った。うん、怖い。音ない声だけです。なんか怖い、ね。隠れてない。これ江戸時代のあの風格がルーツとされているんですけれども、遊郭ですね。遊郭。はい。まあ、あの風俗みたいな、その人たちはプロじゃないですか、いわば、まあ、だから正直仕事としてまあこなしてるわけですよ。お金をもらって、はい、愛もなくやってるわけなんですけど、やっぱり同じ人間ですから、遊郭の女性の中でもたまにその男性の誰かに本当に恋をしてしまう、うん、ああそれはね、うん、それって一応なんか禁止されているというか、ある時からもうその本当に恋をしてしまった方は小指を切り落として相手男性に渡すっていう、うわーそういう風潮、それでそう誠意を伝えるっていう風潮があったみたいです。うわ重たっ、まあ、シンプルにそれがルーツとされています。やばいよ、いや隠されてんね、わかんない、ね、ずっと指切ったの部分だけね、ちっちゃい頃から謎だったけど、うん、すごいね、ちゃんと切ってるんだ、指、まあ、切ってるも過去が あるんだよね、事実としてありますんで。続いて1年生になったら、うん、まあね、よいしょ。これはまあ正直あんま怖いイメージもない、まあ、ないね、まあ歌ってるから何も感じたことないと思うんですけど、うん、これ自分の歌ですよね、うん、1年生だと100人できるから100人に食べたいなと、うん、よく考えてください。自分含めたらこれ101人なんです。100人できるかな。確かに、あ1人どうした、うわどうした、うわ1人足りてないんです。うわ、うん、確かに、そうじゃん。これ戦時中に流行った歌みたいなんですけど、昔美味しいものあまり物がなかった、ご飯がなかったので、美味しいものイコールおにぎりっていうのが子供の中でまあ認知されていると、まあ、それしか分からない。でまあ疎開とかあったら分かります。あ疎開ね、移動してね、そうそう、疎開先で100人っていうのはまあ擬人だと思うんですけど、まあ大勢でっていう意味だと思うんですけれども、その中でね、一人足の悪い子がいたわけですね。でもみんな空腹です。これ大人がその子はもう酒がないと決めつけて、うん、その子を殺して、うわその肉をえ疎開してみんなで食べたっていう話なんですね。一人を100人で食うんだ。そういうことです。そういうことなのかな。あーなるほど。だから101人いるはずなのに100人で食べた。確かにおかしいもんな。もう一回食べたいなっていう歌。やばい、うわうわ結構これきつい。肉が美味しすぎて人肉を食べたいっていう歌だ。そういうこと。うわいやでも言われてみれば確かおかしいもん。いや、おかしいね。おかしい、うん、か童謡って闇深いんです。最後ですね、さっちゃん。あちょっとやばそうだな。そうだよね、それはあかんわ。バナナが好きだけど半分しか食べられない。かわいい、うんうんうん、かわいい。でもこの3番まででさっちゃん結構病弱説っていうのが、ご飯もあんま食べられない、うんうんうん、天国からお迎えが来るっていう意味がまあ3番まであるとされているんですけれど、遠くへ行っちゃうなんだ。そういう意味だね、多分遠くへ行ってね。幻の4番とかがあるの知ってます皆さん。まあ結構有名っていう、まあ、結構有名なんですけれど、まあ、で4番とか見ていきますとこんな感じなんですけれど、あこんな歌詞だったか。でも言うてめっちゃあるんですよ、ね、あ、5番うわいや待て、うわ線路で足をなくしたいとか今夜だよ、さっちゃん。え、お前の足もないくんだよ。いや、5番からどうした、うん、やばいです。うわ、怖い、あ、知らない、全然知らない。どんどんえ連れて行ってあげる。うわ怖い、10番まであった、これ10番、そんなに。え俺、せいぜい4番ぐらいだろうと思ってたわ。5番以降知らんかった、普通こんないっぱいあるの。まあ、これは本当にあったかは分からないんですけれども、まあ、数々の言い伝えがありまして、はい、まあ、一つは、たっちゃんが電車で何者かに押されて、引かれて死んでしまう。まあ、確かにそんなような感じだった、うん、で、まあ、そのまま押したやつ誰なのかと恨みながら死んでいったお話みたいな感じなんですけれども、まだ小学生ぐらいのだったみたいで、その時、亡くなってで、もう下半身になってたんですよ、上半身。その様子を男の子がふざけて替え歌を作ったのが4から10と言われています。うわふざけて、やばいやばい、それを見てふざけて作った、やばい、見ていいのかわかんないで、その男子生徒は3日後に亡くなった、
うわちゃんとそういう呪いみたいな感じになってる、はい、足のない死体で発見されたみたいですね。うわしかもでもこれ本当に実際に北海道で起きた電車の事故があるみたいで、その被害者が幸子ちゃんらしいです。うわ実際に近いの、実はに近いというか、これはなんか本当に闇が深い、ちゃってんな、いろいろなんか探っていけないような気がする内容の一つでうわっ皆さん同様怖いもの多いですので、あまり詮索しすぎないようにしてください。うわーマジで怖かった。知ってはいけないみたいなやつやこれ、うん、そう、少しでもゾッとしたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。怖かった。それでは次の関川都市伝説でお会いしましょう。バイ。関がこれじゃなかったっけ。おーい、バイバイ。覚えてたからね。